新潟駅は、新潟県新潟市中央区花園一丁目にある、東日本旅客鉄道の駅である。新潟市最大の旅客ターミナル駅であり、上越新幹線や日本海中貫線などの広域輸送から、新潟都市圏における地域輸送まで幅広く担う。路線バスや高速バスなど、鉄道以外の公共交通機関の拠点でもある。現在、駅舎周辺では、 在来線の連続立体交差化と、それに伴う、周辺整備事業が進められている。事務管理コードは30万1150を使用している。モズ口改札に掲示されている、普通列車の案内図あたり駅が、終着駅の上越新幹線と下記の在来線3路線が乗り入れており、いずれも当駅を起点もしくは終点としている。なお、 JR 東日本公式サイトでは、新越本線の新潟駅に伊駅を共用する、万越再線も当駅の所属路線と表示している。当駅をまたいで上記の3路線を相互に直通する列車もある。新潟付近鉄道路線図。赤色が現在の路線、駅現在の新潟市域で最初に開業した鉄道駅は中間原郡ぬったり潮流が島に設けられた沼水駅で、 1897年11月20日に開設された。当時、品野川を挟んで左岸の新潟市と、右岸の沼水町とは、鉄道の不設で壮絶な誘致合戦を繰り広げたが、当時の品野川の川幅は約1キロメートルと広く、鉄橋の建設に莫大な資金がかかることがネックとなり、品野川右岸の一万台京都詰め付近の沼水町流作場に、 新潟駅を設けるという設置案で一旦は合意した。しかし、北越鉄道は時代が高いことを理由に、これを事実上拒否し、竜が島に設けたぬったり駅を終着駅とした。新潟市側ではこれに対する反対運動が起こったものの、政府の認可が降りたことから紛糾を極め、市側の鉄道同士会の構成員の一部が行動を過激化。 沼水駅を評価する人を襲撃する騒ぎを起こし、さらには、同年11月16日の鉄道開業予定日を、控えた11月11日の早朝、沼水駅構内の機関庫と貨物庫、新栗の木川の鉄橋に爆弾を仕掛け、爆破する騒動にまで発展した。幸い損害は、軽度で済み、開業が4日遅れただけで運行等には、大きな支障はなかった。その後も、 市民の鉄道誘致運動が続き、それが結実して1904年5月3日、当時の新潟市中心部により、近い現在の中央区弁天一丁目、弁天公園付近にあたる位置に開業したのが、初代の新潟駅である。新潟駅がかつてあった場所には、弁天公園があり、明治40年3月6日にこの地に、 新潟市で初めて公衆電話が設置された場所として、石踏みが建てられている。1925年に策定された新潟市都市計画では、掛け替えを予定していた万代橋を経由する路面電車を駅前に乗り入れるという計画も盛り込まれた。1935年には、木造2階建ての2代名駅舎に建て替えられた。1937年に日中戦争が勃発し、 1941年には太平洋戦争が始まると新潟市都市計画も中断を余儀なくされ万代橋経由の路面電車線の建設計画も凍結された戦時鉄道輸送の便を図るためもあり1943年には関谷駅新潟駅間に貨物支線が建設されている新潟市は大規模な空襲を受けなかったため新潟駅が戦災によって 大きな被害を受けることはなかったが、この時期には、駅舎の補修や、軌道の整備等に、大きな支障を生じている。終戦直後からしばらくは、大陸からの引き上げ車や東京、大阪方面などからの買い出し車等で駅の利用者が、大幅に増加し、駅構内は常に人で溢れている状況であった。第二次世界大戦後の混乱が落ち着いた頃、手狭になった新潟駅の移転新築と、 新潟市内の鉄道路線網の整理が計画された。沼水駅を出発したニーズ、柴田方面からの列車は沼水の市街地を南西に大きく迂回して新潟駅に到着するという線形の悪さによる時間ロスの大きさがかねてから問題となっていたためである。また当時、越後線は品濃川対岸の白山駅が終端の終着駅であり、 越後線の線路そのものは常実の貨物支線によって、関谷駅より分岐して、新潟駅につながっていたが、この間の旅客営業は行われておらず、この支線を経由した越後線の新潟駅乗り入れが強く望まれていた。そのため、当時の新潟駅のすぐ南側で、新越本線と越後線を結んでいた、支線上に、新しい駅舎を建設し、新越本線、越後線、 白新線の三両線をこの新駅に統合することとなった。駅舎は地上2階、地下1階、広さは旧駅の約6倍、地下商店街も設置されるというもので、当時としては大規模な計画だった。1951年6月には、関谷駅新潟駅間の旅客営業が開始され、同年12月には白山駅外転、それまでの関谷駅白山駅間は、 廃線となり、旧白山駅も廃止された。新しい新潟駅の駅舎は1956年1月10日に着工。建設地は水田などに近い湿地帯だったため、施行は新長を期して行われ、工事費4億円2年の後期を経て、1958年4月29日に三代目駅舎が完成した。なお、初代駅舎時代に計画されていた新潟交通の 路面電車路線は、戦後はトロリーバスの計画に転換するなどして駅舎が現在地に移転した、この1958年まで工事申請を更新し続けたものの、以降は再申請がなされず、同年10月をもって軌道特許が失効し、結局実現には至ることはなく、計画は消滅し、2015年の番台橋ライン、開業まで、 複数の系統の路線バスが入り乱れる状況が続いた。新駅舎は当時の日本海側有数の大規模駅舎として開業したが、度重なる災害に襲われ、1961年には駅舎内にあった国鉄新潟支社の仮庁舎から出火し、支社部分をほぼ全焼するという火災に見舞われた。これを機に駅舎は1964年に開催される、 新潟春季国体に合わせ、地上4階建て、一部6階建てに増築されることとなり、改築工事は1963年に竣行した。これが2021年まで運用された、もずクち駅舎の原型である。1964年、国体が終了して間もない6月16日に、新潟地震が発生。もともと水田だった新潟駅付近では、液状化現象が発生し、 駅舎、ホームが損壊。さらに駅東側の道路に架かる笹口湖線橋が倒壊し、橋の下にいた木灰 U27 型機動車を押しつぶした。駅構内が使用不能となったため、笹口地区に仮設ホームを設置し、19日から営業を再開している。周辺の白山駅やモズ駅などでも、路盤陥没や駅舎の破損、津波による冠水などの被害を受けて、 数日間にわたって路線網が寸断された。その後、新潟駅を中心とする路線網は徐々に整備された。1982年に上越新幹線が開業。在来線も新潟駅を起終点とする3路線は1984年までにすべて電化され、駅構内の設備、店舗なども徐々に充実して、新潟駅は 新潟市の玄関口としての定裁を整えながら、現在に至る。かつて、南口側には、駅舎はなく、駅裏側には、国鉄新潟鉄道管理局時代からの車両基地で、ある、新潟運転所があった。その後、上越新幹線の建設開始と合わせて、南口駅舎の新設が決定したのに伴い、1974年に、電車、客車の車両基地機能は、 上沼水運転区へ移転したが、機動車の基地は移転の目途が当たず、新幹線開通に間に合わない状況となった。やむを得ず運転所を挟んだ位置に、駅前広場を設け、2本の連絡通路を順次、開設して駅舎へのアクセスを確保したものの、南口駅舎と駅前広場の間にはこの基地が長らく残ったため、利用者からは、不便を訴える声が絶えなかった。 1991年に、ニーツ運転所が開設され、ようやくすべての車両基地が撤去されたものの、跡地は、その後、日本国有鉄道生産事業団に所有権が移り、一時有給地となった後、駐車場として、長らく暫定的に強用され、駅前広場も従来の位置のままであった。駅舎から大きく離れた場所にあった南口の旧、 広場南口側には駅舎へ徒歩で直接アクセスできる出入り口がなかったことから利用者からは改善を求める意見がたびたび寄せられていた。JR 東日本新潟支社などはこれに交往して2000年6月30日南口駅舎から南口駅前広場に直通する南中央口の暫定供用を開始した。南口駅舎の中央部に設けられた中央口は 東口改札から階段、エスカレーターで1階に繋がっており、管理用道路を横断した先から南口側の駐車場を挟んで駅前広場へと通じていた。開発が進む一方で、新潟駅は施設上の諸問題を長らく抱え続けていた。元々の出入り口で市内中心部側に位置する万代口駅舎はすでに築50年を超え、老朽化が著しくなりつつある。 さらに、バリアフリー対策の立ち遅れも目立ち、各ホームへのエスカレーター及びエレベーターの設置が、一応の完了を見たのは2010年代になっての、ことであった。特に、特急、稲穂が発着する6.7番線は、駅再整備計画によって廃止される予定とされたため、最後までエレベーターが設置されていなかった。駅前広場は、もずくち側、 南口側とも使い勝手が非常に悪く、もずくち側は敷地が境外であるため歩行者の動線が煩雑化している上に車両が乗り入れにくく、バスの発着地も一箇所にまとまっておらず、利用者にとって大変不便な状態である。一方の南口側は、新潟運転所の施設が長らく残ったため駅舎から遠く、運転所移転後の跡地が、 日本国有鉄道生産事業団に所有権が移り、南口の再整備が開始された後も計画が流動的になる、と、駅周辺の環境に関しては問題が山積していた。2015年8月時点、新潟駅周辺には専用鉄道は付設されていないが、1982年頃まで、日本系金属新潟工場、東洋ガス化学工業の専用線が存在した。 この専用線は、越後線の白山駅新潟駅間に並走する形で付設され、品野川橋梁の右岸東詰川手前付近から分岐し、品野川に沿って日本系金属新潟工場の敷地を通り、現在の平成大橋付近まで付設されていた。東洋がスカ学、ついで日経金が1980年までに創業を停止したため廃止された。また、 1960年代中頃には、蒸気専用線の箇所島付近から、上所島地内の新潟市中央、卸売市場構内へと分岐する引き込み線が建設され、1964年末より、聖火市場への鉄道輸送用として使用されたが、専用線の廃止に伴ってこの引き込み線の運用も停止され、線路も撤去された。日経金の跡地には、 新潟県庁舎が新築移転することになり、線路跡は周辺整備の一環で、新潟市が道路として整備を進め、石屋分水路と品野川の分岐部までは、新潟市道、品野川右岸線として整備され、それより先は、三崎こもれ日の道として遊歩道として整備されている。越後線との分岐部の築堤は、線路の撤去後も残っていたが、 周辺の再開発に伴って順次整地され、前日の右岸線のほか、新潟市道場所新和線、市の都市公園、上所島公園、県の交流拠点施設、新潟ユニゾンプラザなど、道路や公共施設の建設用地として整備が進捗し、さらに後日の連続立体交差化事業に伴い、新城所島、城所島の両湖線橋も複線化のため大規模な、 回収が行われており、王子の遺構は現存しない。その他、越後線の白山方約1キロメートルの留置線の終端には小型の電動式転車台が設置されており、使用されなくなった後も長年残存していたが、2010年、連続立体交差化事業に伴う留置線の高架化工事のために解体撤去され、すでに現存しない。2000年代後半から、 連続立体交差事業を含む駅周辺整備事業が始まり2018年に駅舎及び線路の一部が高架開業2021年度には全面開業が予定されている1980年代に新幹線の駅舎及び線路が高架で建設されたものの在来線は長きにわたり地上に駅舎及び線路が位置していたこのため駅周辺は 鉄道路線を境に南北の市街地が分断され、踏切や古線橋など鉄道を横断する道路施設において渋滞や境愛の問題が発生していたほか、南北市街地の発展に不均衡が生じていた。また、前述の通り駅舎や駅前広場は施設上の問題を多く抱えており、陸の玄関口としてふさわしい施設の整備も求められていた。 これらの問題を解決するため、新潟県、新潟市は、新潟駅周辺の再整備に関する調査を1992年度から開始。1994年からは、在来線の連続立体交差化を目指し本格的な調査に移行した。私、ま、は1997年、再整備構想の一環として、南口側の国鉄生産事業団所有地を先行取得し、 駐車場として仮供用を開始。同年には、新潟駅周辺整備検討委員会が発足した。さらに市では1999年、市民有志とともに、市民意見交換会、わいわいガヤガヤ駅サイトを開催し、市民の意向を反映させた計画づくりにも着手。以降、県、市、JR 新潟支社は、本格的な計画の立案を進めた。 そして新潟駅周辺の在来線約 2.5km を高架化する新潟駅連続立体交差事業とそれに伴う駅周辺の環境整備を目的とした新潟駅周辺整備事業の具体案が2003年に発表され2006年1月に都市計画が決定同年7月に国土交通省より各事業の事業認可が順次下り2007年から各 工程が順次着手されている。事業着手当初、市、JR 新潟支社などは、在来線効果部分について一部供用開始を2013年、全線供用を2015年、さらに全事業完了を2027年と目標を設定していたが、これは、北陸新幹線の金沢駅開業が2014年度末の見込みであることから、 それを見越した理想的な工程として設定したものだった上、実際の工程や用地買収が遅れたため、各工程の竣行は当初の見込みより大幅に遅延することが判明した。こうした事態を受けて、首都 JR が工程の見直し作業を進めた結果、在来線立体交差化の全線共用目標を当初より6年遅れの2021年度中とする。 胸を3月29日、篠田明新潟市長が記者会見の中で明らかにした。両事業では大きく分けて3段階の手順を経て、都市施設を整備する予定である。事業主体は当初新潟県であったが、新潟市が2007年4月1日に、政令指定都市へ移行したのに伴い、事業主体は市に継承されている。第1期においては、 南口側の先行整備を実施。2009年9月に、新潟県内で開催される、ときめき、新潟国体、ときめき、新潟大会に備え、南口周辺の都市基盤整備を実施し、南口駅舎の改修や、バスターミナルを含む、南口駅前広場の整備が行われた。また、南口から、南方向へ伸びる、幹線道路、新潟市道弁天線の新潟駅、 南口交差点周辺部の拡幅も観行した。2009年2月20日には南口ペデストリアンデッキが共用開始。これに直結する駅前広場は、拡張やロータリーの移設などの改修が行われ、このうち東側ロータリーのバスターミナルは、同年3月30日から西側ロータリーのタクシー待機場、送迎車自動車整理場は、 同年7月1日からそれぞれ共用を開始し、両ロータリーを挟んで、駅舎中央部に設けられた南口中央広場は、同年9月に完成。これにより、プラーカ一横にあった旧南口バスターナミルは一部を駐輪場に、改修の上、貸し切りバス用の停車場となり、広場中央にあった噴水モニュメント、水の神殿は、新潟市東区の下山スポーツセンター屋外広場に、 移築されているこの他、駅ビルや駅舎の整備も行われ、2009年1月には、新駅ビル、心南館が竣工し、同月末からデッキ供用開始の2月20日にかけて、各テナントがオープンした。さらに9月19日には、南口駅舎1階の改修が完工し、東改札、西改札それぞれへ通じる出入り口が増設され、前室の駅ビルの新フロア、 コレロ中央とアイペコットがオープンした。現在事業中の第2期においては、在来線の連続立体交差化を実施。在来線ホームは、新幹線ホームと同じ3階に移設され、3面5線の高架ホームとなる。ホーム本数が減少するのに伴って、新越、白新線の新潟駅上塗り信号場間には、留置線が1本増設される。越後線、 新潟白山間は、信濃川橋梁の新潟片建前までが複線化され、西湖線橋の新潟片建前の高架上に留置線が4本、新設される。また、白山駅も改築され、ホーム下に駅舎を移設して、南北間の自由通路を設け、ホームを1本増設して2面3線とするなど、輸送力の増強が図られる。 2011年10月から翌年11月にかけて、複数回の線路切り替え工事が行われ、新越線、白新線の仮線化及び一面二線の仮設ホームの設置が行われた。また、越後線側では、上所島、新上所島両古道橋の伏線下駄への掛け替えが行われ、2013年には白山駅の参線化が竣工した。仮線への切り替え後は、 従来の線路を一部撤去した上で、高架線の建設が本格的に進められ、2018年4月15日に、新越線、白新線の高架線2本、越後線の高架副線及び留置線、当駅の高架ホーム2面4線が開業した。この開業は、高架暫定開業、または、高架駅第一期開業と呼ばれる。今後は、新越線、 白新線の残る高架線2本及び高架ホーム1番線の施行が進められ、2021年度までに全面高架化と高架ホームの全面竣工を目指す。2020年10月9日にもずくち駅舎が閉鎖され、解体工事に着手している。また、駅舎東西には、都市計画道路、新潟駅東線、新潟駅西線、越後線の白山方には、 都市計画道路、新潟鳥屋の線など、駅南北を従管する幹線道路が新たに整備される。また既存の道路においても高架化完了後には、新潟市道赤市市区山線は、古線橋を撤去して、在来線との交差部が平面化されるほか、現在進められている国道7号、栗の木バイパスの一部連続立体交差化事業の一環として、同バイパスでは、 在来線アンダーパス部のロバン傘上げなどの改良工事が実施される。閉鎖された旧一番線ホームと撤去前のモズ口改札第3期には高架化完了後、駅舎の全面改築などを実施。高架化の際に撤去したモズ口駅舎を改築するほか、ペデストリアンデッキの設置など南北駅前広場の再整備をはじめ、南北のバスターミナルを 駅舎東側の高架下に設ける交通広場へ一元化する。また、駅南北を循環する前景の道路整備をはじめ、市内中心部の環状道路網の整備を引き続き進めるほか、都市計画道路、出来島上北湖線の一部区間で拡幅などを行う。また、現在笹で線に集中している南口側の東西方向の自動車交通を分散させるため、 都市計画道路駅南線を西側へ延伸して、新潟鳥屋の線と接続させる。その他の詳細については今後検討が進められる。前日の通り、連続立体交差化は2021年度中、周辺整備も含めた、事業全体は2020年代の竣工を目指している。もずくち駅前広場の整備事業は、立体交差化完了後に予定されていたが、 前述の2012年の工程見直しの際に前倒しでの着手が決定し2015年の BRT 万台柱への運行開始時開始に合わせて部分的な整備が行われた。噴水、時計台などを撤去しタクシープール及び自家用車整理場を縮小した上で歩道空間が広げられた。これに伴い2015年7月から ロータリー内への一般車の乗り入れが禁止された。連続立体交差事業の当初段階の設計においては、在来線ホームは、もずくち側から相対式の一番線、島式の2.3番線、4.5番線となっていた。だが、上越新幹線と白新線、上越本線方面の特急列車、稲穂との乗り換えの利便性を高めるため設計が変更され、 モズクチ側から、島式の1.2番線、3.4番線とし、さらに新幹線ホーム11番線のモズクチ側に、島式ホームを設置して、それぞれ在来線側に5番線、新幹線側に10番線が設けられ、同じホームでの乗り換えの便が図られることになった。この設計変更は、現在計画が進められている越本線高速化の一環として行われたものである。 なお、検討段階では11番線を在来線用に転換する案もあったが、システム改修費などを理由に、原案に落ち着いた。対面の理解は2018年4月15日の高架化、第1期開業に合わせて開始され、当日は JR 東日本の新潟市社長や米山、隆一新潟県知事、篠田明新潟市長らがテープカットを行い、 多くの地元メディアが取材を行うなどし、新潟駅のリニューアルを広く報道した。新潟駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新潟駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成直営駅で周辺駅を 統括管理する地区管理駅を兼ねており、新越本線のさつきの駅、越後石山駅間、白新線の東新潟駅西柴田駅間、越後線の越後ソネ駅白山駅間の各駅を管理する。もず口、西口、東口の3つの改札口があり、いずれも緑の窓口及び指定席券売機が設置されている。なお、 新幹線東口インフォメーションコーナー、西口は JR 新潟ビジネスにビュープラザがビュートラベルサービスにそれぞれ業務が委託されている。すべての改札口にスイカ対応の自動改札機が設置されている。在来線改札では全通路でスイカが使用可能。新幹線改札ではモバイルスイカ特急券と長岡駅新潟駅間のスイカ定期券が利用できる。 在来線ホームは2020年7月時点で高架上の2から5番線と地上の仮ホームである8.9番線が設置されている。このうち2番線ホームは高架駅としては工事未完工のまま供用を開始したため当初はホーム幅が極端に狭くコンコースとの連絡は階段のみであったが2020年7月15日より拡張されエレベーターも設置された。 在来線高架ホームにおいては、キラキラと舞い降りる雪と輝く海をイメージしたオリジナルの発車メロディが使用されている他と平時動放送が導入されておりホーム上に発車表が設置されている。在来線ホームにはホーム上の柱などに非常停止用赤旗が設置されている。8.9番線は東端式構造で九1番線東側を切りかいて設置されたものである。 高架ホームと地上ホームは、モズ口への連絡通路を兼ねる一本の古線橋で連絡している。普通列車に関してはホームを効率的に運用するため、方面別の振り分けは特に決まっていない。また、8.9番線は発車メロディーは導入されて、おらず発車ベルであるほか、案内放送は駅員による肉声案内である。8.9番線はホーム上には、 発車表は設置されていない。かつての在来線ホームは、もず口駅舎と南口駅舎の間の地上部にあり、2012年11月4日に仮ホームの使用が開始されるまでは、単式ホーム1面1線、島式ホーム3面6線を有していた。新幹線ホームは、高下部3階にあり、島式ホーム2面4線と乗り換えホーム1面を持つ。 11から14番線ホームは16両編成の列車に対応している。上越新幹線の終点で全列車停車を前提としているため、熊谷駅北の駅で唯一通過本線を持たない。11.1314番線ホーム図上に電光式の乗車位置案内表示器が設置されている。2018年4月の在来線降下か第1期開業時に、 11番線の線路を挟んだ反対側にホームが新設され、在来線の5番線ホームと2カ所の乗り換え改札を介して対面での乗り換えが可能になった。このホームは乗り換えホームと称し、独立したホーム番号を持たず新幹線本コースに直接出入りすることができない。乗り換えホームは最長12両編成分しかホームがなく、 そのため11番線に入線する車両は e 2系1 0両編成、e 4系8両編成、または e 7系1 2両編成となる。稲穂号との接続列車が e 4系1 6両編成の場合12番線に入線するため、一部の列車は対面では乗り換えられないことがある。なお、 11番線ホームも継続して使用されており、11番線は両側のドアが開く新幹線ホームとなっている。乗り換えホームの新幹線側には、上越新幹線では唯一の可動式安全策が設置されている。駅弁が販売されている。売店での販売で、在来線ホーム、新幹線ホームとも通常は立ち売りを行わない。 新潟駅付近連続立体交差事業の進捗に伴って在来線ホームのうち4号ホームは2012年11月3日、新潟駅発の終電をもって廃止となり、11月4日未明から昼にかけて実施した仮設線切り替え工事の終了後、新たに一番線東側を切り欠く形で設けられた東端式の仮設ホームの供用を開始し、 最大7両編成の列車が発着可能となり、現在も使用している。また、2013年3月16日のダイヤ改正に合わせ、3号ホームのうち5番線の定期列車の発着を取りやめ、4月6日の車両展示イベントを最後に運用を終了し、同年9月30日をもって、連絡地下道の4番線側が閉鎖された。さらに、 2018年4月15日から在来線高架ホームの一部開業に伴い在来線ホーム9194番線が同年4月14日をもって使用停止され連続立体交差事業の工事が進められる上越新幹線は東駅よりさらに南東側へ白新線にほぼ並行しながら高架橋が続いており終端部には 新潟新幹線車両センターが設けられている。駅のエントランスは大きく分けて南北に2カ所ある。モズク元々のエントランスで北側にある一番線に面しているのはモズ口。南口解説に際して区別するためモズ京側にあることからこの愛称が付けられた。モズ口1階には緑の窓口、券売機のほか、コンビニエンスストア、待合室、 旅行センター、飲食店、立ち食いそば店等がある。もずくち駅舎には、駅ビル、新潟駅ビル心のうち、心万代が、駅舎1階東側と、地下1階にある。この地下1階には、かつて連絡地下道に直結する、改札口が設置されていた。駅舎の外壁部は、かつてクリーム色のタイルが貼られて、いたが、経年劣化により損傷が激しくなったため、2004年に、 スタイルを撤去して再塗装された。ただし、新潟駅高架化工事に伴い2020年10月8日を、もってもずくち駅舎が閉鎖され解体工事に入ったため、現在は蒸気の施設は閉鎖されている。緑の窓口券売機に関しては2020年10月9日に、運用が開始された仮万台口改札に移動。もずくち待合室の愛称は、メディアステーションバナナ。 室内は中央で区切られ、改札外の入り口からは、レストバーベンチが設けられ、総合カウンターはこちら側に、ある。改札内側の入り口からは、一席とマルチビジョンが設置されている。また、新潟日報の号外を制作、印刷する設備なども備わっており、号外は、モーズ口、南口の両駅前、広場などで配布される。なお、これらの機能の多くは、 モズクチ川の万代橋東沈めに2013年春オープンした新潟日報メディアシップへ移されている。モズクチ周辺から万代指定にかけての地区は新潟市ポイステ等及び路上喫煙の防止に関する条例に基づいて路上喫煙制限地区に指定されている。駅舎に最も近い喫煙所はモズクチバスターミナル西側の歩道上に設置されている。東大通りから見た。 モズ駅前広場。南口上越新幹線開業にあたって整備され、前日の駅周辺整備事業によって拡張されたのが南口である。新幹線ホーム下にあたる高架部の2階にある。改札口は東側連絡通路に通じる東口と西側連絡通路に通じる西口の計4カ所。東口、西口それぞれに緑の窓口、券売機、 軽食店等が設置されているほか、東口の在来線改札横には、コンビニエンスストアが設置されている。南口駅前広場から駅舎へは、東側通路、西側通路と、駅舎正面の、新潟駅ビル個々の中央内2カ所の出入り口、西側は、西改札口横に接続。いずれもエスカレータ設置、さらに駅舎正面に仮設された、ペデストリアンデッキの、 警護箇所から出入りすることができる。デッキ上の駅舎正面には、東口側、西口側の2箇所の出入り口と、東側連絡通路側には、東側通路と、心南間への出入り口があり、中央部には、地平部と、階段、エレベーターで連絡する、コネクターキューブが2基、エスカレーターが上下各1機設けられている。南口駅舎1階は、中央部から西側にかけて、 全室の駅ビル、心中央が出展している。東側には、新潟市の運営による、交通、観光情報発信施設、情報ポケットに新潟があり、列車、バスの発車案内や、市内の観光案内などを行っている。駅前広場は1982年に、現在の臨時バスターミナルにあたる部分が整備され、その後2000年代の駅周辺整備事業により、 大幅に拡張された。なお、南口周辺も、もず口周辺同様、前述の路上喫煙制限地区に指定されている。駅舎に最も近い喫煙所は、東側連絡通路の階段下に設置されている。南口駅前広場から見た、新潟駅。駅舎南北を連絡する2本の自由通路が仮設され、それぞれ万代口側と南口側に連絡している。 新潟駅東側連絡通路、新潟駅西側連絡通路、南口2階に面する新潟駅、南側歩行者通路はいずれも、新潟市中央区建設課が管理を行っている。ただし、東側通路、西側通路とも、南口駅舎内及び、駅ビル内は、JR 東日本新潟支社と、JR 東日本新潟市ティクリエイトが管理を行っている。 東側連絡通路1980年に供用を開始した東側連絡通路には、新潟駅ビル心のうち、心本館、心南館、心等の3フロアがあり、このうち、心南館の2から3階には、ビッグカメラ新潟店が出店している。もずくち側では複合ビル、ガレスソ花園の2階と直結し、 駅舎内と駅舎外の階段2本とエスカレーター1機が設けられている。南口側ではバスプールとアートホテル、新潟駅前を内包する複合ビル、プラーカ1.2と直結し、階段2本が設けられている。通行できるのは歩行者のみで、終電から始発の間は閉鎖される。この東側通路の心南館とプラーカ1横にはエレベーターが設置され、 車椅子等は南口駅舎と駅前広場との間で解除なしに通行できる。ただしもず口側には段差があるため解除なしでは駅舎南北間の通行はできない。なお高架化工事に伴って2013年10月27日在来線下橋部が仮設通路へ切り替えられた。西側連絡通路1989年に 共用を開始した西側連絡通路には、南口駅舎内に、ココロフードコートと、ヨドバシカメラ新潟店があったが、ココロフードコートは2016年3月31日に、ヨドバシカメラ新潟店は2016年3月21日に、それぞれ閉店した。現在ヨドバシカメラ新潟店跡地には、新潟駅第一期降下課開業日の2018年4月15日に、 新潟の魅力発信、情勢を行う食文化発信拠点施設、心西 N がオープンした。南口側の通路沿いには、ホテルメッツ新潟と同ホテル棟の商業フロア、心西建てがある。もずくち側では複合ビル、おせお弁天の2階と直結しており、駅前広場のもずくちバスターミナル横に、階段1本とエレベーター1機が設けられている。 南口側は、プラーカ3そばに、階段2本とエレベーター1機が設けられている。南口側ではさらに複合施設、レックスンの2階とペデストリアンデッキで直結している。西側通路とレックスンのデッキとの間には、高低差があるため、レックスン側に階段とエレベーターが設置されている。この西側通路は24時間通行可能で、歩行者の他に自転車の通行も可能である。 通路内では危険防止のため、自転車は押して、進むように呼びかけるアナウンスが昼間時間帯に放送され、新潟弁での放送もある。また通路上に段差がないため、車椅子等でも解除なしに、駅舎南北を通行することができる。こちらも高架化工事に伴って2013年6月25日、在来線下境部が仮設通路へ切り替えられた。なお、 ホテルメッツ新潟では、2021年2月17日より、駅中シェアオフィス、ステーションワークの利用が可能となる予定である。東西通路東側通路と西側通路の総互間は、南口側で直結し、前日の南口駅舎の南側歩行者通路と、駅舎2階の南側部分で連絡している。経路は東、在来線東改札口を経由して、 インフォメーションセンター角を左に折れ、新幹線コンコースを南側に迂回、トイレ、南口 ATM コーナーなどの横を通り、西改札口とヨドバシカメラ新潟店 A 館の脇を抜けた先が西側通路となる。この東西館の通路は当初設置されず、西側連絡通路の共用開始当初もこの通路はなかった。そのため利用者から、 駅舎の東西が行き来できないなどといった苦情が多く寄せられ、1990年代半ばに急遽整備されたものである。駅舎そのものが自由通路の設置を想定して設計されたものではないことなどから、道幅が非常に狭いな上通行者数も非常に多いことから利用者からは不評で、バリアフリーの観点からも再整備を求める意見がたびたび寄せられていた。 2009年2月のペデストリアンデッキ増設によって、東西通路間の通行環境は大幅に改善されたものの、デッキは現在西口の改札口東側手前で、施工を中断して暫定供用しているため、西口、西側通路側は、駅舎内の通路のみが、東西間のアクセス通路となる。なお、西改め札口横には以前台東が運営する、ゲームセンター、 ゲームメイトが出店していたが、2008年12月末に閉店し、店舗後は新幹線待合室と改め札口周辺部の通路拡張に充当され、2009年9月中旬に順次共用を開始した。駅ビルは駅舎内の全6フロアからなっている。駅ビルの遠隔、各フロアの主な出店テナントなど、その他詳細は心の項目を参照。 駅レンタカーの窓口は、東側連絡通路の南口より、心南館3階に設置されている。車両の受け渡しは、同館1階で行われる。自動対外式所再動機が、モズ口改札横、在来線、東口改札横など駅構内数箇所に設置されている。当駅には、第四北越銀行、大港銀行、JA バンク、 ビューアルトの ATM が設置されている。在来線地上ホーム高架ホーム新幹線ホーム JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は36,398人である。これは本州日本海側の駅では最多。JR 東日本の駅では第118位であり東京近郊区間内を除けば 仙台駅に次いで2番目に多い。また、新幹線の1日平均乗車人員は9232人である。なお、市内中心部は、新潟交通車のバス路線が、市民の主な移動手段であり、JR の利用者は、他の政令指定都市と比べ少なくなっている。当駅発着のバス路線については、下の記事、路線バス欄を参照されたい。近年の推移は、 以下の通りである。日本レストランエンタープライズが運営する常設売店、駅弁屋は、改札外では、モズ口1階改札前、南口2階、新幹線東口前の2カ所、改札内では、新幹線13.14番線の東京方と、ホーム中ほど、南口2階、東口乗りえ口横、道、西口改札横の4カ所に出店している。 この他在来線2.3番線では、特急、稲穂や快速、SL 番越物語の出発時刻を中心に、立ち売りも行っている。当駅の駅弁は、新潟三神県をはじめ、新津駅東口に調整場を置く三神県、柴田三神県と、上尾商司、上尾弁当部の、軽音車が調整を行っている。主な駅弁は、下記の通り。立ち食いそば、 うどん店が改札内外に出店し、改札内には新幹線の13.14番線に日本レストランエンタプライズの運営による新潟案が改札外にはモズク1階に JR 東日本新潟シティクリエイトの運営による柳案心万代地下1階に手打ちうどんさじみがある。かつては西口改札前に前述の新潟案が出店していた。 改札外店舗の内万代口側の2店舗は共に特徴があり、柳庵には中華麺とチャーシュー、メンマなどラーメンの具材に冷やした和風のつゆをかけた冷やしラーメンがある。一方のさじみは手打ち風のコシの強いうどんが特徴で、生地は注文の状況に合わせてその場で打ち上げられている。ホーム上のそば店は2009年春までは、 新幹線の11.12番線を除くすべてのホームに出店していたが2018年11月30日までに順次閉店し現在は新幹線ホーム13.14番線のみとなっている新幹線ホームの店舗は食券制でスイカ等が利用できる1990年代半ばから2007年までは NRE が小島屋と契約し 同社のブランドによる NRE セチューアーを店名としていた。西口改札前の店舗は2000年代前半に新設されたものである。在来線ホーム上の店舗のうち4.5番線の店舗だけは当駅で駅弁を販売する三神券が運営し、特にブランド名は関していなかった。だが三神券は2007年末をもって立ち食いそば事業から撤退し、 4.5番線も一旦閉店。その後他の店舗同様 NRE の運営となり、店名も同じ新潟案として2008年6月に営業を再開した。その後2.3番線、4.5番線の店舗は2009年春に閉店し、稲穂や SL 番越物語が発着することもあって、島式ホームの中では最後まで残った6.7番線の店舗も、 連続立体交差事業進捗に伴って2012年11月に閉店した。高架化後もしばらく旧一番線で新潟案が営業していたが、ここも2018年11月に閉店した。11月30日、最後の営業。新潟駅の蕎麦店は新幹線ホーム13.14番線のみとなり、在来線改札内から蕎麦店は完全に姿を消した。 このほか、新潟都市圏のキオスク、ニューデイズで売られている三色団子も名物として知られており、当駅ではニューデイズで販売している。詳細については、新津駅の三色団子の項を参照。もずくち川は従前からの市街地である。旧駅舎時代の市街地は、現在の流作場五サロ付近が南端だったが、1958年の新潟駅移転後は、 開発が一気に進み、1964年の新潟国体までの間に急速に市街地化した。旧市街地の小町へは BRT 万代橋ラインで8分ほど。新潟市役所へは隣駅の白山駅が最寄り駅となる。新潟地震以降、1960年代後半から急速に市街地化したのが当時、駅裏と呼ばれた駅南地区である。 当初は住宅地としての開発が主だったが、新幹線開業直前の1982年5月に南口が設けられると市街地化が急速に進んだ。このような経緯から南口周辺は住宅地と商業地が混在している。2000年代中盤からは駅ビルの新フロア建設や長らく凍結されていた再開発事業の再開などにより、 駅周辺の風景も変貌を遂げつつある。新潟市は駅周辺に分散している高速バス発着場を南口に集約することを計画している。モズ口バスターミナルの2から13番線はスイッチバック式後方の駅舎部分は JR 東日本新潟支社 JR 貨物新潟支店、モズ口、南口にはそれぞれバスターミナルが設けられており、 主に、新潟交通とその子会社にあたる新潟交通観光バスの路線バス等が発着している。このうち万代口バスターミナルからは、一般路線バスが東大通り沿いに設けられたバス乗り場からは、高速路線バスが発車する。南口発の路線は、定期路線が駅舎側の南口バスターミナル、臨時路線がプラーカ側の臨時バスターミナルからの発車となる。 新潟空港への路線バスのうち直行のエアポートリムジンは南口バスターミナル発着。同空港の発着時間帯におおむね20から30分間隔でノンストップで運行している。各停留所に停車する便はもずくチターミナル9番線発でおおむね30から60分間隔で運行している。新潟交通グループが運行する路線バスには アルファベット1桁と数字2桁からなる3桁の系統番号が付与されている。アルファベットは運行方面、中1桁は路線番号、下1桁は運行系統を表している。路線図や時刻表などについては以下の外部リンクを参照。モズクチバスターミナルの案内板、駅前広場内のバスターミナルは一般路線バスの発着点となっており、BRT。 バンダイハシラインが発車する0.1番線は、広場のロータリー沿い、その高く方面の路線が発車する2から13、番線は車両を交代して入線させる、スイッチバック式である。路線バス関連のデジタルサイネージは、広場内の1カ所に設けられている。BRT 乗り場の0.1番にある、これは、BRT 関連が表示されている。またバスターミナル二番線側には、 新潟交通の新潟駅前案内所が設けられており、各路線の案内や県外線高速バスの予約業務などが行われている。2019年7月現在の情報は以下の通りである。は、南口発着の系統も存在する路線を示す。もずくちバスターミナルでは、すべての路線バスを発着させることができないため、駅正面から北側へ伸びる。 東大通り沿いにもバス停が設けられており、こちらは高速路線バス乗り場となっている。なお、乗り場番号はバスターミナルからの通し番号となっている。南口駅前広場の暫定供用開始に伴い、2009年3月30日から南口駅舎に近接した東側ロータリーに移設され仮供用を開始したのが南口バスターミナルである。ロータリー式で 発着するバスは校内を周回する。またバスターミナルのすぐ、南側、東側連絡通路の南端には、臨時バスターミナルがあり、現在は主に臨時バス、貸切バスが発着している。なお臨時バスターミナルからは、以前、一部の高速ツアーバスが発着していたが、2013年8月1日の制度改正を機に停留所を移転したものの、2016年7月に、 再度発着するようになった。2019年7月現在の情報は以下の通りである。は、モズ口発着の系統も存在する路線を示す。臨時バスターミナル。現在は左側の階段が撤去されている。新潟駅南口のパノラマ写真。画像中央は路線バスターミナル、右側は臨時、貸し切り、旧ツアーバス系高速バス乗り場 IC。 カードバスカードについてモズ口バスターミナルの理由と、チャージ機新潟駅、モーズ口、南口周辺から発着する新潟交通グループの一般路線バス全路線と、新潟市が事業主体として、新潟交通グループに運行業務を委託している、コミュニティバス路線、及び高速バス県内線では、運賃生産に、同社発行の IC 乗車カード、リ、ユート、が使用できる。また、 リ・ユートエリアの路線ではスイカをはじめ全国10種類の交通系 IC カードも使用できる。リ・ユートのチャージ機は、モズ口バスターミナル3番線、南口バスターミナル5番線に各1台設置されている。ただし、リ・ユートエリア内では、スイカほ10種類の IC カードのチャージは取り扱っていないため、窓口チャージチャージ機、 バス車内チャージのいずれも利用できない。リ・ユート以外の IC カードは残額不足の場合、駅、コンビニエンスストア等での事前チャージが必要となる。また高速バス県内線の全路線と県外線の打ち合図若松線では運賃生産に新潟県内高速バス共通カードが使用できる。それ以外の県外線高速バスは事前予約制となっているため、 これらのプリペイドカード IC カード類は使用できない。なお2013年春まで同社が発行していたバスカードは同年9月30日でサービスを終了しており、現在は使用できない。降車場について、新潟駅に到着するバスのうち、新潟駅前終着便の降車場は、後日の一部を除く一般路線バスが、もずく地駅前広場ロータリー内、高速路線バスが、 東大通り沿いの定席ビルディング前の2カ所となっている。なお、一般路線バスのうち、有明線、西小針線、空港、商品線、が渡る線、長方線の東小線強系統、京王団地線、亀田、横越線と石山線はロータリーには乗り入れず、定席ビル前が、降車場となる。新潟駅南口終着便の降車場は、定期路線の全便が、 南口バスターミナル内、臨時路線は原則として、臨時バスターミナル内となっている。バンダイハライン開業に伴う発着地再編について、新潟市中央区中心部発着の一般路線バスは、2015年9月5日の BRT 路線、バンダイハラインの運行開始とそれに伴う、路線再編及びダイヤ改正により、発着地、経由地などが大幅に変更された。 これまで、新潟駅に直接乗り入れていなかった路線のうち、大型線、ボタン山線、竹尾線と、亀田、横越線、石山線などは、モズ指定発着、新潟駅、モズ口経由に、空港、商品線、が渡る線は、新潟駅、モズ口発着、モズ指定経由に、臨港線は、新潟駅、モズ口発着、万代町通り経由にそれぞれ変更され、 一部の便を除いて、新潟駅、モズ口へ直接乗り入れる運行形態に変更された。一方、これまで新潟駅、モズ口発着となっていた、新潟東東部方面、新潟県庁舎方面、西区、南区方面の各路線は万代橋ラインの運行開始に伴い、入船方面は本町、もしくは小町で、県庁方面は市役所前で、西区、 南区方面は青山でそれぞれ乗り換える運行形態となっている。なお、青山方面の路線は中央区中心部と直通するダイレクト便が一部設定されている。今後現在、路線バスはモーズ口、南口からおのの発着しているが、現在進められている連続立体交差事業で駅舎が高架化される際に南口バスターミナルを高架下へ延伸させて、 交通広場が設けられ、南北のバス発着地が一元化される。前日の通り、新潟駅高架化やモズクチ広場の整備に伴い、モズクチ駅舎の撤去工事が行われることから、2020年8月7日に、新潟市と JR 東日本が、石別イベント、ありがとうモズクチ駅舎石別プロモーションを、同年9月上旬から10月末日に実施する、ことを発表した。 イベント内容は、新潟駅思い出写真展、新潟駅ありがとうメッセージの提出、最後の新潟駅、もずくち駅舎積別イベントの実施、新潟駅周辺整備事業、PR コーナーの設置の4つに分けて構成された。2020年8月28日には、積別イベントの実施開始日を、同年9月7日とするほか、新潟駅思い出写真展、 新潟駅ありがとうメッセージの掲出についての詳細が発表された。前者は、もずくち駅舎の歴史に関する写真展やインスタグラムを活用した新潟駅に関する写真の募集しての掲出後者は新潟駅で勤務する JR 東日本グループ社員によるメッセージの掲出といった内容であった。その後、2020年9月18日には、最後の新潟駅、 もずくち駅舎積別イベントの実施についての詳細が発表された。具体的には、もずくち駅舎内の見学ツアーや新潟駅、周辺整備事業、PR ペーパークラフト教室のほか、絵描きワークショップ、友人改札の体験、メディアステーションバナナの限定復活、工場見学の実施といった内容であった。そして、 2020年11月5日には、石物イベントの実施期間を同年11月11日まで延長するほか、もずくち駅舎と、機動警察パトレーバーがコラボした記念グッズの先行販売と、新潟市漫画アニメ情報館にて開催中の企画展とタイアップしたポスター形式の実施について発表された。なお、もずくち駅舎屋上に掲げられている、 駅名標の夜間点灯は2020年11月11日をもって終了となった。新潟近辺の鉄道路線図。駐車区出店出店出店出展新幹線。新潟市社管内編学習研究者2010年。ありがとうございます。